こんばんは。こんばんは。違法ではないんですけどね、こんばんは。ゆみりんが22時15分をお知らせします。15分。今日はですね、開幕戦に行ってました。イエーイ。長野さんユニです。イエーイ。長野さんいないけど蝶野さんユニと思ってたら最後の最後で私のために私のために蝶野さんが、はい、私のために、ビリーのためによかったねはい、今日撮った写真をインスタグラムに載せたいと思います。あ、菊池選手のホームランかと、私もホームランかと思った、私もホームランかと思った思った、ホームラン、あそこでホームランだったら同点だったのにね。うん、でも見に行けてすごく良かったし、めちゃくちゃ楽しかったです。あれは敵ながら焦りました惜しい試合でしたね。そう、序盤はすごくねリードしてたんですけど、私もレッスンとかあって最初から行けなかったので最初のホームランが見れなくって、最初のホームランが終わったらへん2回表ぐらいでから見てたので、
うんうん、そうなんですよ。ということで、ということで、ということで、ちょっとぼかそう、背景ぼかさないといけない。こんな人が映ってるから背景ぼかしてから載せます。 Twitter と Instagram に載せる。1ヶ月ぶりの Instagram 更新です。みんなとってもとてつもとてつもとてつもお待たせしました。とってもお待たせしました。うーん、これだ。編集、背景ぼかし。違う、ちょっと待ってね、背景隠すかな、待ってね、それでこれをこうして、これをこうしたらいい感じかも。あ、いい感じ、いい感じ。先にインスタグラムに飽きようかな。先にね、待ちに待った待ちに待った待ってね、むずかぴー、いろいろぼかさないといけないので、ちょっと待ってね、これでこうして編集はいけるか、それでこうやったら、ぼかせないな。でいけるかな。インスタ待機、そう、インスタ待機してて、インスタ待機してて、ちょっと待ってね、もう超超お久のインスタだから、あ、ぼかしできた、ぼかし、
違うんだよな。やっぱ手でやるしか。そう、ごめんね、首を長くして待ってくれてると。どうしたらいいの？これ動かし、あった。いや、これぼかした意味になるな。なんか いやもういいや、これを切り取ったらいいんだ。もうちょっと待っちゃな、もうちょっと待っちゃ。大変ねーって、ごめんねー。あ、これあれだ、うわうわー、そうだ、フィルター違うんだ。ややこいよなー、フィルター違うんだった。それでちょっと待ってね、ごめんね、さっき来たば帰ってきたばっかりに。前の投稿ってこれか。ちょっと待ってね、もうあとね5分ぐらいかかりそう。5分ぐらいかかりそうだけど、5分ぐらい待っててくれる？そんな優しくない？で、なんか違うな。これこっちのフィルターだとどうかな。フィルター問題あるんで意外と。お、153日目、ありがとう。か、いいや、これで。間違えた間違えた、インスタストーリーに載せようとしてた。そう、インスタの投稿最近やってなかったので、ちょっと一緒にさ文章考えない？インスタってすごくね、まにゃーん、どれだっけな、
った海洋くん。開幕戦に行ってきました。野球今年もカープ。今年そして今年のなんて言ったらいいんだろう、あれカープ著名人なんて言ったらいいの、正式名称著名人カープファンリレーなんて言ったらいい、正規カープ著名人カープファンって言ったらいいの、なんて言ったらいいの、正規カープ、そして正規か私の正規正規カープ、著名人映像著名人カープファンリレー映像か、それいけカープの著名人リレー映像に参加させていただいてます。まあ、で間違えてない、間違えてないよ。球場で早速見ることができて感無量でした。どうしようかな、こっちにしようかな、あれに出るなんてすごいね、本当に本当に嬉しいです。いやーありがたいな、2年前にも出させてもらったんだよね嬉しいね。ぜひカープも好きでSTUも好きな方はそこもね要チェックですね。あとはちょっと待ってね、難しいな、ちょっと背景いっぱい消さないといけないから、
開幕戦は出れなかったんだ、確か。交流戦とかは出てたけど、開幕戦はもうなんか STU になっちゃったから、もう出れなかったんだ確か。うん、だから開幕戦行ったの初めてかも。私売り子始めたのって夏前とかなんですよ。だからうん、でその開幕戦の前に辞めたから、うん、開幕戦行ったことがないですね。なかなか開幕はいけないね。いけないよね。じゃあちょっと載せます。どうしようかな。インスタってさ難しいよね。インスタって難しいよね。本当にさ難しいよね。なんか考えれば考えるほど、なんか別に考えなくていいじゃんって感じなのよ本当に。考えれば考えるほど、考えれば考えるほど、考えれば考えるほど分かんなくなっていく。むずかピン。ちょっと手始めにいっか、自撮りでいっか、自撮りでいっか。これとで、写真は決まった。開幕戦。プロ野球の開幕戦って言ったらいい？ねえねえ。なんかちょっとでも言い方ちげえしってなりたくない。プロ野球の開幕戦に行ってきました。してなかった。してたよ、してたよ。プロ野球開幕戦で問題ない。プロ野球開幕戦ノーいらない。私はたくさん応援しにただいいなと思ってます。ハッシュタグ STUT と滝の由美子、ハッシュタグ CARP、 ハッシュタグカープ、ハッシュタグ松田
サージ。あ、この辺はいいか、この辺は。テキストコピーする。スタジアム。ハッシュタグ。カープ女子。カープ女子じゃないんだよね。あ、カープ女子研究生。初めてのタグじゃない。私カープ女子研究生だから。場所を追加、場所。マツダスタジアム。マスクしてる写真しかないんだよね。かたじけ。できた。できたよ。売り込みを研究生だってないよ。私はカープ女子研究生なので、まだめちゃくちゃ詳しいっていうわけじゃないので、研究生なんです。できた。みんなインスタグラム更新するよ。私が、あの私が、あの私が、行きます。あの私が、そう、行きます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。いいね。G サンゴ、岩坂、ふみたか、うさみ、渡辺まさし、井上義弘、夢に向かって、おじゃまるインドネシアが大好き、チート、モレポ、なかなか、ひろたつ、ハロウィン、ミミミキヤ、コメッコ、ノッシー、急行三好、アキンド、ノブ、ナオ、イシ、シ、タクノギ、コタロウ、アリ、ポー、リューマ、ケン、ゴーセブン、ありがとう。米ともお待ちしてます。米とも、ユミリン、今年はカープ日本一に向かって応援しような。可愛いカープ女子お似合い。ユミリン可愛い。実は今日僕も見に行ってて、同じ空間に
昔東京ドームができた時開幕戦見に行ったの思い出した。カープをよろしく。赤いユニフォーム似合ってますね。結果は残念だけど見れてよかったね。こんばんは。スタジアムに女神、お疲れ様、明日頑張りましょう。スポーツはやっぱり生回線がいいよね。ね、いいリフレッシュになったかな。はあ、そうレッスン終わってもダッシュでいた。ダッシュで行きました。みんなお待たせでした。すみません、こんなに時間がかかっちゃって投稿に。ごめちー、ごめちね、本当にね。ストーリーもあげた。はい、そして次は Twitter です。はっはっ。ちょっと待ってね。ツイートする。なになに、明日おきちゃんと都内にある瀬戸内料理のお店でまったり食事をしながらトーク配信を届けだって。なにそれ、知らない、知らない、知らないんだけど。あ、やっぱりプロ野球が好きだ、ハッシュタグなんかあれだね、入ってる、トレンドじゃないけど。なんかでもこれはなんか素敵、また満員の球場で応援できるようになる、将来を信じて無事に開幕できることに感謝したい。いやー、素晴ら素晴ら素晴ら、素晴ら、赤似合うな。
対赤似合うな。めっちゃフィルター変わってる？変わってない。あ、ケースもカープです。ちなみにここの方は2月で STU から離れたスタッフさんの最初に撮ったチェキ。見えないよ、これはメール限定。激しく同意、ありがとう。ツイートチマップ、ツイートチマップ。ツイートピマップ。あ、つけてた、つけてた、カープって2個とも。勝利の女神になれるように、そう、勝利の女神になれるように頑張ります。ありがとう。ちょっと待って、CARP、カープ、カープ、カープ、広島、カープ、空を泳げ、でもまた胸を開く、状況のどの時を。え、このユニフォームのせたいな。どうやったらなんかうまく映るだろう。ユニフォームだけ映すって難しいよね。いいや、もうこれは知ってる人だけで。それでは次はツイッターの方に、ツイッターの方に移ります。ツイートします。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ちなみにですね、この写真インスタと微妙に違うんですよ間違い探しですね。いいね。サンバ、奥ちゃん、クバちゃん、ブンブン、春馬系、橋剣、ヤス、タクノギ、ピッピ、天使の絵の具、リツイート、
リキア、ユータランドンマン、タラ、ヒデキ、ミン、大好き、チマサユッキン、夢に向かってのリヘクスコーラの藤本いつき、テレピー、休校見失かなか、じいさん号、ありがとう。微妙に違う。書いた。あ、あります。あります。ショールーム中で取れます。かわいい、いいにしてくれてありがとう。いいにしてくれてありがとう。またいいとこが連絡くれた。カープ惜しかったね。惜しかった。あ、ツイッター見てきた。本当にありがとう。そう、明日はクリアレン選手、あいしたいる、あれ、あいしたいる、リナも見た見てたの。それなら全然テキストで大丈夫です。うにょ、ちょっと黒がいいです。そう、明日明後日瀬戸内 BR 舞台で
それのツイートは明日の朝やりやろうと思ってますので、ぜひぜひ。あ、野球中継延長のため30分繰り下げになり、深夜1時からの放送になりました。スチューデント、だってスチューデント、見てほしいような見てほしくないようなって感じ。スチューデント、マジでなんか本当に見てほしくないな。スチューデント、スチューデント、野球中継延長のため今日のジューデンツは25時からです。見てほしいような、見てほしくないような、なんかね、いや本当に、いやこれが地上波で流れるんだって思うと、なんか このチームエイト、長谷川桃花さんってセンターしてた方、この前のプレミアムミュージックで、へえ、3月26って今日じゃん。いろんな人生があるんだな。そうか。推しを捨てるときに推せですね。だね。ねえ。いきなりでびっくりだね。私全然。ないんだけど、ね、ちょっと寒くなってた。よいしょ。そろそろこのあたりで足をついてしまおうか。言われを書きたくなるよ、これしないよ、
意味では突然はやめてね。それはわからない。今のところはないけど、まあ、ないんじゃないですか。わかんない。みんなが応援してくれてる限りはないよ、うん、みんなが全力で応援してくれてる限りはないよ。だから私に突然やめた欲しくないと思ったら、みんな突然応援するのをやめるのは、じゃあお互いやめようか、うん、お互い走り続けましょう。みんなが支えてくれてる限りは大丈夫だと思うよ。それが分かんない。自分は全力で応援してたつもりだったとはなるかもしれないけどね。ちょっと怖いこと言うと怖いこと言うと怖いね。その言い方はちょっと怖いね、うん、だってそうだよ。頑張ってたつもりとかいっぱいあるからね。自分の頑張ってるつもりなのにって何を思って頑張ってる、うん、なっちゃうからね。むずかぴやんね、むずかぴやんね。言葉も伝わないと伝わらない的な、あ、そうだね。言葉も伝えないと伝わらないよ。いつも例えばいつもショールームしてくれてるのってすごく力になってるよとか、なんかやっぱお話し会とかで言ってもらうと、あ、そうなんだってなる。じゃあもっと頑張ろうってなるし、伝えないと伝わらないからね、言葉って。みんな伝えたいことあったら全然ここのショールームのコメントでもインスタのコメントでもツイッターのコメントでもいいんだけど、一番気持ちが伝わるのはやっぱりお話し会だと思うな。全部経験してるこちらからのなんか考えは、あ、明日の朝配信が、私明日朝配信が、チーン、6時から。いや、やっぱりやめよ、5時45分からします。いや、やっぱり6時からやっぱり6時から、明日6時から配信します。全然、あ、そっか、明日土曜日だからね。
なんかあれだよ、私朝うとうとしながらむにゃむにゃしてるだけなので、なんかそう寝てる人は寝て、本当にね寝て、私から言いたいのって睡眠って本当に大切だから、本当に寝てください、本当に寝てください。開幕戦あとで終電通しようということで、今日の配信は以上となります。あれ？え？そっか。ん？これで今1時間した配信を。1時間したよね。1時間して。ああ、なるほどね。なるほど、もうちょっとするわ。もうまだ、ああそうだ、それ書かなきゃ、なんかそう、ねえねえ、風呂溜めてきて、なかちゃんタワーありがとう。何タワー？カープ応援しようぜタワー、ありがとう、くまちゃん、わっしょいわっしょい、ありがとうございます、ありがとうございます、なかちゃんありがとう。勝利の女神復活勝利の女神復活タワーですか。ちょっと今日は勝利の女神になれなかったんですけど、もっと応援してこのパワーが届きますように。すごいよね、本当に本当にさ、球場ってすごいよね、みんながさこうやってカンカンやっててね、すごいよね。ちょっとさお風呂溜めてくるね。じゃあ私が帰ってきたら、明日の公演、明日の PR 舞台の公演ので、前回やっていない曲でこの曲やるんじゃないかなっていう予想を一曲考えといてください。前回やってない曲、前回何やったっけな、ユニット曲でもか、なんでも、わかんない、もしかしたらセットリスト変わってないかもしれないし、変わってるかもしれない、それはわかんない。でももしセットリスト変わるとしたら、次この曲入ってたら嬉しいなみたいな、嬉しいなっていうか、この曲入ってんじゃねみたいな予想、当たった方に抽選で5名様に素敵なプレゼントがないよ、そんな権限は私にありません。
ただいま。はい、どうぞ。あれ、ST48 って前回やってないっけ？やってないっけ？やった？あ、瀬戸内の声、青春かケーキ停車。大好きな人。ああ、なるほどね。でもでも、うん。僕たちはしんどかった。まあ、しかもここに参加できる方々は一瞬のスリル、一瞬のスリルもね、やったよ。前前っていうのは前の定期公演っていう話ね。これはちなみに前の定期公演っていうことですよ。だからあの日清のやつとは違うからね。定期公演の話してる今。うーん、風を待つ、確かに風を待つとかやってなかったな。うん、へえ、ありがとうございます。意外とみんな冒険せず、つるすてってるるるもんって前やったよ。みんな覚えてないな、みんな覚えてないな。いいよもう、プンスカパン、プンスカパン。え、すごい、これ佐竹さんの写真めっちゃ素敵。めっちゃアイドルの写真と本当にカープ好きな人の写真って感じ、うん、推しに似るって言うもんね。わかるよ、推しに似るって言うもんね。みんな私と記憶力一緒なんだ。九州の48切符で、ねえねえ、48切符で行ったさ、立ち食いうどんのさ、48切符調べるよりみんなに聞いた方が早い気がする。48切符、青春48切符の私の九州のさ、あれ何駅のうどんだっけ、何県何駅なんか調べるよりみんなに聞いた方が早い気がする。何県？鳥栖？鳥栖駅か。鳥栖駅って佐賀県？あれ佐賀か。
奈県の48切符の時も鳥栖駅って読めなかったんだよね私。鳥栖駅もある。柏丼しかってなる。薄い柱が、そう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 。ねえねえ、鉄オタの皆さん、鉄オタの皆さん、鉄オタの皆さんに質問なんだけど、鉄オタとしてここの立ち食いうどんおすすめなんだけど、やっぱり鳥栖駅、それともなんか、そう、私その行ったことある駅のうどんしか食べたことなくって、だからうん、なんかこう鉄オタ的目線から見てここのうどんおすすめとかありますか？なんか私さ、レポートとかしたら無敵な気がする。大学のレポートとかさ、すぐ情報収集できるじゃん、あのアンケート機能とか使ってさ、何パーセントの人がこう言っててみたいな。その柏じゃめっちゃ美味しい、美味しいよね。でもあれは鉄オタじゃなくても結構有名なんですよね。名古屋駅のきしめん、あ、新幹線の名古屋駅のきしめん、なるほどね。名古屋、名古屋新幹線ホーム、高松駅の連絡船うどん、これは立ち食いじゃないね、座っちゃってる、座っちゃってる。その名古屋駅のきしめんってさ、立ってる？立ち食い？立ち食いだね、写真的に。柏丼、
ありがとうみんな。雰囲気で美味しい。そうだよね、立ち食いうどんとか立ち食いそばってさ、雰囲気で美味しいよね。わかりわかりわかり。ありがとう。じゃあみんなに聞くけどさ、私がハマってることって何今。カープ、鉄道、サックス以外。以外、広島駅のホームね。でもあれ今やってないんだよね、このご時世で。私がハマってるものって何。私が熱中してるもの、なおちゃん以外、サンフレッチェ以外、日本史、日本史は別にね、ハマってるわけじゃない、勉強してるだけ。新幹線、新幹線も鉄道です。サッカー、野球、お勉強、なんだ、ななさん、鉄道以外。ペンの色分け、確かにペンの色分け。確かにペンの色分け、ペンの色分けいいな。なんかそんな感じの、そんな感じの。あ、ニンニク、うわー、ありがとう、ありがとう。やっぱりみんなに聞いてよかった。みんなしか勝たん、みんなしか勝たん。うわ、そうだわ、ニンニク、うわー、イエーイ、イヤーハイタッチ、イヤーハイタッチありがとう、ありがとうみんな、うん、本当にありがとう。ごめんね、自分の仕事みんなにやらせちゃって。もう本当にすぐみんなに聞いちゃう。新幹線が好きです。ね、あとさ、はい、あのお湯ためて何分ぐらい経った誰かさ、どう、もう何分ぐらい経ってる。10分ぐらい経った？うん、ありがとう。ちょっとお湯ためてくるね。すごい、もうみんなと一緒に暮らしてるので、なんかごそごそごそ。えい。あ、いい感じ。超いい感じです。超いい感じ。ありがとう。ありがとう、ありがとう。よいしょ。それではそばぼち終わろう。明日は6時から配信します。ぜひ見てね。13位テディ P さん、ありがとうございます。12位ひろかずさん、ユミリンにガチ恋中、ファイナリスト見に行って、おー、どうだった。そほのたんとも連絡取ってて、ね、大成功だったみたい。ありがとうございます。あ、変わっちゃった。13位アルトさん、意味に倒し中、ありがとうございます。12位ヒーラさん、ありがとうございます。11位綿雪さん、昨日
音玉 T シャツ着てたの気づいた。あ、私もこの間音玉 T シャツ着たレッスンの時、偶然だね、運命。ありがとうございます。10位トリダーさん、ありがとうございます。9位スランプくんさん、 STU カフェ行ってきてファイナリストライブ見てきて、おお、おたかつお疲れ様、ありがとうございます。8位トリミコージさん、ファイナリストライブから帰宅中、楽しかった、おお、お疲れです。いいな、私も行きたかった、今日のお仕事なかったら。ありがとうございました。7位テリピーさん、ありがとうございます。6位よりまつ元気さん、超過の読み講師開幕戦お疲れ様、ありがとうございます。5位コーラさん、今日はのり弁とシャケ弁頼みました、素敵、ありがとうございます。4位プロフなんだ、今日もまた来た、オークション深いでしょ、すごい車がいっぱいですね、ありがとうございます。3位ケンさん、ユミリンだけが僕の太陽、素敵、ありがとう。僕の太陽本当にいい曲だよね、ありがとうございます。2位南南星さん、ありがとうございます。そして第1位が中ちゃんさん、勝利の女神の笑顔最高です、ありがとう、最高です。くまちゃんターン、ありがとうございます。このくまのに負けないぐらいお勉強頑張ります。今日のラッキーさんはカルガモさん、ありがとうございます。ハートいっぱい、ありがとうございます。お、1万人、ありがとうございます。明日は朝の6時から配信するので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよみりん。それではおやすみなさい、バイバイ、おやすみなさい。